こんにちは、吉谷さん。まあ、インスタグラムすごいじゃないですか。あの質と量の話ですけども、ちょっと思い出したんですよね。このブルーレイ見てください。これね、マックスちゃんと誰か分かんない人が、まあ、映画に出てるんですよ。最近このね、香港のね、マックスちゃんっていうあの俳優ね、アクション俳優好きで見てるんですけども、この方ももともとは俳優じゃなかったんですよ。もともとはあの武道家だったんですよね。で、幼い頃からいろんな中国の大会で優勝してきて、で大人になった時に、まあ、俳優、アクション俳優ですか、そういうのを目指して、まあ、今に至るんですけども、なんかやっぱね、その数なんでしょうね。やっぱり私もトレーニングしてて思うんですけども、そのこのパンチの打ち方っていくらね、高いレベルで教わっていても体がそのように動いてくれないんで、あの例えば下半身をしっかりと作っていって、そして関節を柔らかくしておいて、で、このね、筋肉がきちんとまっすぐ伸びるようにほぐしていってっていう準備段階、前段階をずっと繰り返していって、しかもこの隠居暮らし始めた最初の2年っていうのは山登りを毎朝ね2時間ぐらいして体作ってたわけなんですよ。だからこそやっと下半身ができたから上半身のトレーニングができるようになって、でトレーニングができるようになったからやっとね、技を学ぶことができるようになった。しかも師匠がいないんでね、自己流なんですけども、そのぐらい一つのパンチ打つのにも固めていかないといけない基礎がたくさんあったわけなんですよね。でパンチっていうか突きっていうかね、あの、まあ、カンフーになってくると今度は掌底とかになってくるんですけども、これもですね、高いレベルで教わっても自分で何回も何回も再現していかないと、数をこなさないと質にたどり着かないんですよね。それはバットの素振りもそうですよね。何回もやらないと高い質にたどり着かないですよね。だからやっぱり数に比例して質は上がっていくとしか思えないかなと思いますし、数をやっても質が上がらない人もいるというね。ただ数をやらないのに質が上がる人ってのはまあいないかなというところでございますね。だから繰り返し繰り返しやっていかないといけないと。で特にあのお金の問題に困っている人がね、お金の問題を真っ先に解決せずしてどうするってところもありますし、あとはあのなんかこう、ま、周りの力でね、稼げてもいないのにお金の問題がない人もいるわけですよ。でそういう人は周りの人が一生懸命支えてるのをあんまり気づかずにのんのんとしているところがありますけども、それもこれからああ自分もやんないとなっていうふうにたきつけていかないといけないなと思うわけですよね。というのがこれ誰一人逃れられない問題ですからね。お金の問題っていうのは、お金の問題、健康の問題、人間関係の問題、全部逃れられないんですよ。で大抵どれもこれもできないっていうね、人間関係もでも揉めてるし、もしくは揉め事持ってこられるしね。でスッキリしないわけですよ。で、活動する時のお金も足りないし、かといって蓄財してるわけでも投資ができるわけでもビジネスできるわけでもないしっていう風になってきてるんじゃないかなと思うんですよ。世の中全体がなってるっていう風な言い方したらぼやっとしますけども、10人並んだら1人ずつ指差しながら、あなたはこれがダメ、あなたはこれがダメ、あなたは全然ダメっていう風に指摘できるくらい本当に今はね、多くの方が困ってると思うんですよね。だからこそ私たちみたいな情報発信業が必要なのかなと思いますし、少なくとも一人でできるんだよってことと、あなた気づいてないですよってことを伝え続けないといけないのかなと、おせっかいながらね。まあでもこの動画の再生数がゼロにならない限りは、私たちの情報を必要としている人がいるっていうことなんだと思いますから、これからも繰り返しね、やっていきましょうということでございました。